いと思います。ジアリアリスラリー2勝田典彦選手、このライバー木村祐介選手、あ、デッケ5番ですか今。さあまだ誰も走っていない、この SS において見事なマシンコントロール、これだって先ほどオーガスも教えてくださったような形で、5番の車両がスタートを切ってまいりました。ゼッケン5番シコダです。アヘッドシコダ、新井博樹選手、ドライバーは金岡元成選手。さあこちらインフィールドに戻りまして、細かいターンをクリアをしていきます。さあこの左ターンを終えた後は高速スピードを乗せていく、このライン、そして最後の右、ポイントはギリギリ、今フィニッシュライン。さあスタートいたしました、朝日カナックオサム35ファミア、ドライバー福永オサム、コドライバーサイダーミスターコー。さあまずはターンを連続、ターンをするそのセクションにもなります。さあ時には右、時には左にクリアをしなければいけないポスト。さあここではぐるりと回りまして、エイトを描き、そして高速立ち上がってくる、立ち上がってくる、そして最後のコースを越えてフィニッシュ。こちらのゼッケンはアドバンカラーの車両ということで今入ってまいりました。さあ攻めていきます。さあゼッケン6番アドバン、アイセロラッキー、スピードを上げて
連続アクセルを踏み込んでくる。そしてマシンをコントロール、アウトカーに挑戦した勝利。さあそんな中、香山 GR ヤリス石黒元信選手、コドライバー穴井健志郎選手スタート、ウィンフィールドに戻ってまいります。さあここから一度奥へと進んでいく。その間を終え、また中央付近へ、そして細かい右、少しストレートがあり、そして立ち上がっていく。速度を乗せて滑るマシンをなんとかコントロール、ここでもコントロール、そしてフィニッシュライン、大きな拍手を。いや、yeah, man.